エピローグ。新たなる旅立ち。やっぱり地球はいいな。まったく大変な旅でしたわね。私渡りしちゃってフラフラ。俺もまだめまいがするよ。生命エネルギーをあれだけ絞り取られたんだからね。私は水風呂の風が抜けなくて私なんかもうお肌がすっかりふやけちゃって。ああ、それは前からブヨブヨだったじゃねえか。言うと思ったわよ。あなたこそたまに風邪ひいたからって見え張らなくてもいいんですのよ。何を？ただいま。あら、おかえりなさい。お使いご苦労様。ねえねえ、商店街でお買い物したら福引券もらったの。それでね、なんと温泉旅行が当たっちゃったの。ささみちゃん、さすがにそれはもう。やっぱり涼子さん、この前銀行でもらったタオル、あれどこだったかしら。そこのタンスの下から2番目だよ。ビール忘れないでくださいね。旅館で買うと高いんだから。分かってるって。おい、ドライヤーはそっちのカバンに入れてくれよ。あいよ、これあなたの歯ブラシじゃないの。おう、サンキュー。あのお姉さま、一体何やってんの。ささみ、ぼさっとしてないでさっさとしたくなさい。あのひょっとしてまた行こうってんじゃ。当然ですわね。ほんと懲りない人たちですね。とか言いながら時刻表を見るんじゃない。じゃんじゃかーん。ねえ、見て見て見て、私の新しい大発明よ。和州さん、名付けてここ掘れ温泉探知機。何ですかそれは。これを使えば全国つつうらうら未発見の温泉を思うがままに掘り当てることができるのだ。ねえねえ、キヨネも一緒に行くよね。ね、これも話せ。私は宇宙へ帰るの。そんな冷たいこと言わないでさ。ねえねえ、話しなさいってば。温泉なんかもう行かないわよ。いいもん、キヨネのカバン隠しちゃうもん。小学生かお前は。ささみ、ちゃんとガスの元栓は閉めた。戸締まりは大丈夫ね。愛か、忘れ物はねえか。愛では参りましょうか。おお、やれやれ。